もう何泊してるんだよ、ここに。はい。そろそろこちらを立たれるとか、しっかりとお休みになられてください。はーい。ルクスリアまでは船で行く。着いたらしばらくは陸路や。まさかカメちゃんと行動を共にするとはね。大船に乗った気でおったらええ。そう、亀吉ってどこ行った？ジークは運が悪いもん。今だか沈没しそうだもん。ほんまやな。笑い事じゃないよ。笑いごっちゃないんだ。そういえばジークさ、自分はイーラとは無関係じゃないって言ってたけど、あれどういうこと？うん？ああ、あれか。あいつらのことは知らんけど、500年前に滅んだイーラっちゅう国はな、ワイラ・ルクスリアの前身。ルクスリア人はな、イーラの滅亡から逃れた英雄アデルの末裔なんや。じゃあホームラが眠りについた後、アデルはルクスリアに？そういうこっちゃ。それは初耳ですね。歴史はそれなりに勉強してきたつもりですが、全く知りませんでした。こういうのはあんま表には出さんからな。何これ。今やこの王家の紋章にその名残があるのみや。え、アデルの印。なんで光は眠りについたの？謎がまだいっぱいあるよ。霞を同調させたのはなぜ？お、彼女の力が有益だったからだ。ここアーケディアはこれまで何度かイーラの襲撃を受けている。退けるためには必要不可欠だった。そう。その割にはあなたのブレイド他にいないようだけど。確かに私はドライバーだが戦士ではない。それにここの僧兵は頼りになるからな。持ちは持ちやさ。怪しすぎる。そうならいいけど、なぜ彼らは亡国イーラの名前を使うのかしら。シンはイーラが用したブレイドだ。教習や忠誠、おそらくはそういったものだろう。本当にそれだけかしら。本当とは。私は自分が眠りについた後の歴史を知らない。それを記した書物もない。あるのは漠とした伝承だけ。それで十分ではないのか。歴史とは漠としてうろんなものだ。うろん。真相は当事者しか知り得ない。あなたはその当事者ではなくて。めっちゃ怪しんでるよね。だからこそこうして協力を持ちかけている。絶対ラスボスだよ。ルクスリアに行けばわかる。さあ、新たな国へ、じゃあ、出発でーすね。よし、ゴートイスート港へ行こう。やっぱり読みにくい。ゆっくり散歩しながらでもええか？いいけどどうして？久々に故郷に帰ることになるやろう。長い間ここには世話になったからな。ちっと思い出に浸りたいってもいいや。ジークって意外と感傷的だよね。せやろ、意外とね。最後、お土産もいっぱい買うて帰らんとね。いらんいらん、親父にはそんなん不要や。さあ、ゴートイスート港まで歩いていくでー。途中でオーリファ飲んでもいいからな。あ、コーヒー屋さんにあるやつ。ルクスリアに割らへんから飲み納めやね。だからうっさいわ。ノリが関西だな。あ、今なんか一瞬、あ、びっくりマーク。これまたあれだね。ストーカーされている女の子の絡みでしょ、これ。聖火隊のメリカって子について聞きたいの？でもごめんね、その子のことは知らないかな。アルビナって子は知ってるんだけどね、インビディア人の女の子。難民でね、何が何でも聖火隊に受かるって言ってたんだけど、最近見かけないわね。何をしてるかわからないけれど、私が知ってるのはこれぐらいね。そっかー、ありがとう。事件の匂い。まあ、そのうち。さあ、じゃあ、ゴートイスート。あ、待って。目撃者いっぱいいるなぁ、この広場。セルジュ。教えて。
メリカ、聖火隊のメンバーについてはよく知らないな、けど聖火隊についてのは少しは教えてあげるよ。聖火隊に入れば裕福な暮らしができるようになるらしいよ。へえ。そりゃ、法王庁が管理してる組織なんだから、いろいろ親切にしてくれるよな。俺たち難民にとっては非常に魅力的なチャンスなんだってさ。まあ、俺は入れなかったんだけど、母さん、父さん悔しがってたな。これぐらいしか知らないや。ほう。じゃあ、メリカ、アルビノが入れなかったけど、メリカが入ってすごい嫉妬してるみたいな、ストーリーでしょうか。おお、兵隊さんいるね。スペルビアとインビディア。なんか、物々しいね。小耳に挟んだ話では、どうやらスペルビアとインビディアの二国間で首脳会談が開かれるようです。え？首脳会談って、こないだの戦闘の件？でもそれって…マルベーニ法王が間に入って解決したんじゃ。アーケディア法王庁に聞かれたくない話もあるのでしょう。それに、気な臭いね。こことは少し距離を置いとる。法王に妖怪されたとあっちゃメンツが立たん。形だけでもってことやろな。妖怪って何？ジバニャンとかですよ。口出しされるってこっちゃ。うわ、カメちゃんのくせになんでそんな難しいことだっ。なんやくせにって、うっさいわ猫娘。んで、メレフがおらんのはそういう理由からか。あ、本当だ、いない。ご多忙と聞きます。あ、グーラの分割統治案ですか。ええ、留飲を下げるにはそれくらいのことをしないと。元老院が納得しないでしょう。出た、ローデリッヒ。専任特権を使います。もちろんローデリッヒ議員にも協力してもらった上で、ね、あいつ腹黒いからな。専任特権とはであれば、異を唱えるわけには参りません。陛下のご覚悟のほど感服いたしました。そう言ってもらえると助かります。何歳なんだよ陛下。見るに代表代行。失礼しますも、下級の事態につき。え、このニルに参上をつかまつりました。また下級の事態。多くね。穏やかではなさそうですね。で、下級の事態とは。実は。え、教えてくんないの。あ、教えてくれない。もやもやする。畜生、鬼は買ってやる。どういうものなのかさっぱりわからんけれども、オーディファ。ここくらい買ってやる、畜生。なになに、下級の事態って、ちょっと教えてくれよ。ん？ククン、これまた新しい、クエスト？くんくん、あなたは強そうな匂いがするも、強いも強いんだも、あ、新しいクエストだな。すまないも、突然くんくんして申し訳なかったも。ククンは鼻がとてもいいも、今まで匂いで失敗したことないも。ククンの鼻がテンペランティアで新しい蜜を開けと教えてくれたんだもん。あんなところで客いるの。うん、やるじゃん。でも誰もお店を開いてないから安全な行商ルートがわからないんだもん。ククンの鼻だけで仲間たちを安全に連れていくのは危険だと判断したもん。だから強そうな人に用心棒とかお手伝いしてほしいと思ってクンクンしてたもん。クンクンして100人の中であなたが一番強そうな匂いがしたもん。ヤッコの匂いか。お願いも、ククンたちの出店を手伝ってほしいも。やるっきゃないね。やったーも、ありがとうも。テンペランティアの物見が丘ってところで、ああ、あったね。待ってるから来ても。了解了解。適当だ。新天地を求めて。いや、待って、テンペランティアのまでは行けるのね。じゃあもういいんじゃないの。それで。あ、着いた。さてと、ルクスリア行きの船は。緊急事態ですとか なんない？法王が用意しとるはずやねんけどな。ねえ、カメちゃん。なんや。メレフたち置いてっちゃっていいの？置いてくもなんも、もともと立場も目的もちゃうやろ。
そりゃまあ、そうだろうけど。お別れの挨拶ぐらいね。それに今は公務で忙しいじゃろうしな。だよね。でもちょっと残念かな。せっかくここまで一緒に来たのに。まあ気持ちはわかるけどな。お、噂をすれば影や。ん？あ、いたいた。あ、何？なんか重大なことを。さっきの火球の件か。どうしたどうした？聞かして。バーンが首脳会談を狙って。出たー！暗殺とはまた穏やかではないの。めっちゃ漏れてんじゃん、情報。首脳会談の場で血が流れれば戦争になるわ。戦は金になるからな。それを利用して紹介に返り咲こうっちゅう腹かいな。あ、失墜したんだね、一回ね。どこに消えたのかと思ってたら、そんなこと企んでたのか。ミルニー代表代行としては、紹介が絡んでいる案件だけに秘密裏に処理したいとのことだ。で、俺たちに軍を動かせばことは公になる。なるほどね。その点、あたしらは都合がいい。またバーンかよ。その場合は私とカグツチで何とかするつもりだ。水臭いやっちゃな。わざわざ頼みに来たっちゅうことはそんだけ難儀や思とるんやろ。まあな、あのバーンのことだ。単なる要人暗殺で済むとは思え。ニルニー代行の話によれば、例の工場ではいくつかの巨大兵器出た。巨大兵器。そしてそのうちの一つが行方不明になった。おー、さくら、かい。巨大兵器。わかった。会長じゃない、元会長とは腐れ縁だしね。すまない。これで私は陛下の警護に専念できる。よろしく頼む。任せてよ。お、バーンの陰謀、オーダーと。アクティブクエスト、はい。おお、なんか人がいっぱい。あ、なんかいっぱい。情報収集からかな？なず。このアーケディアに暗躍する闇商人の不穏な動き知らへんか？なんかね、変な鳥さんがいたよ。ノポンじゃなくて、もう少し大きくて本当に鳥さんみたいなの。絵本で見たことあるんだけど、名前が思い出さなくて。あ！ターキンか、そっかそっか。そうそう、ターキンって言うんだ。あ、すっきりした。でもどうしてこんなとこにいるんだろう。おきに。そうだよな。あのバーの工場にもターキンいたしな。アザール。もうすぐ、首脳会談があるも、怪しい運気はないか教えてほしいも。どうだろうな。俺はスペリビア人なのにアーケディアに保護されて暮らしてる。インビディアやグーラの連中だって一緒に暮らしてる。それに比べたあいつらはどうだ。物騒なもん持って睨み合ってる。それに仲良くするためにはわざわざ答えそうな晩餐会をしないかならないらしい。そんな口聞くために話しかけたわけじゃないんだけどもね。そんなことやってる暇があったら地獄の民を救えよな。まったく腹立たしい。お偉いさんたちにこのキャンプ見せてやりたいぜ。うん。外れ。フィデレコ教えて。お、ものすごい異臭を放つ食材がスペルビアのアルス戦艦に運ばれたのだ。異臭。私の服にもあの匂いがこびりついてしまったぐらいだ。納豆、草や、他にも珍味といえる食材ばかりが大量に運び込まれた。あれはいろいろな意味でまずいだろうな。ん、これはなんかのヒントになるの？単に臭いもの好きがいたってだけじゃないの？バティスタ。怪しい問い合わせが一件あったな。ノポン族に特約の在庫を尋ねられたんだ。お、それはビンゴじゃないの？ここでは一切取り扱ってないと答えるとあっさり引き下がったが、また別のところでも尋ねて回っていたみたいだ。一体何を企んでいるのやら。暗殺です。ほほー。あ、ニルニーもいるじゃん。カリム。スペルビアとインビアドの中東会談についてきな臭い話聞いたことない。あるわけがなかろう。
階段はこのアルステンカの中で行われるゆえ、外からの攻撃では心配無用だ。唯一の入り口であるこの扉は、階段の時間が近づき、ラゲルト女王を迎えるまでは開けはしない。ここまで不審者は誰一人として通しておらん。つまり内外からの攻撃に対して万全ということだな。じゃあ顔見知りに変装するとかさ、なんかスパイがいるとかあるでしょ？ありがとうもん。ニルニー、代行なんだ。偉かったんだね、君ね。きっとバーンはアーケディアのどこかに潜伏していると思いますもん。なんとかラゲルト女王が到着する前にバーンの悪事を暴いていただきたいですもん。よろしくお願いしますもん。なるへそ。いたいた。スレイルさん、教えてよ。確信に迫る情報をくれ。確実にありそうですね。かなり大きな木箱がアルス戦艦に搬入されたんです。あ、巨大ロボット目録にはあるから問題ないという見方をしている仲間もいますが、常識に考えると違和感のある大きさです。一体何が入っているのか心配ですよ。小出し小出しで来るな。スプレビアもインビディアも戦争などせず、アーケディアに従順であればいいのよ。上から言うね。あ、クエスト更新、バーンの陰謀。怪しい情報がある程度集まったので、一度整理するためアーケディアにある宿屋、エルナタウロに入ろう。ん？あ、大聖堂の中の宿屋じゃないな。あ、確かあったな、下に。あったあった、これだ。よし、休んどこう。かなり情報が集まったな。でもはもなさそうな噂からそれっぽい噂までいろいろあったね。一応情報整理してみようか。推理タイムやね。まずは基本から行くもん。誰が首脳会談を狙ってるもん。ああ、元会長ですもん。ご主人も忘れましたもん。違うもん。分かりきったの基本的な情報から整理するのはお決まりなんだもん。なんでちょっと焦ったの。ここはレックスの兄貴にもっと悩みながら答えてほしいもん。あ、選択するのか。わかったわかった。では次は首脳会談が持たれる場所でしょうか。スペルビアのアルス戦艦って言ってたよね。はい。ですね。おお、いつまにかホムラになってる。暗殺と言ってましたけど、一体どういう方法なんでしょうか。まあ、毒の場所を探してたって言ったから、毒殺だろうね。船の守りは完璧で、階段には信頼の受けるものしか立ち会わないと言ってたからな。それなら毒を混ぜるのが一番効果的っぽいよな。では、いつどこで毒がもらえるんでしょうか。これわかんねえぞ。晩餐会の食事なんじゃないの？さすがに料理まで自分たちで作ったりせんだろうからの。あ、なるほど。そうなの？料理してるメレフさんと確実にちょっと見てみたいです。それに変な食材が大量に持ち込まれたって話もあったよな。ああ、はあ、そうだね。納豆とか草やね。それに大きな木箱も持ち込まれたって言ってたもん。もしかして毒の味をわからないようにするためとか。おお。レックス冴えてんで、その通りやろな。さすがレックスさん。我らのリーダー。あとは誰が実行するかですね。そうだな。まあ、ターキンですよね。ターキンじゃないかな。確か女の子が聞かせてくれましたね。スペルビアで人工ブレード作った時もバーンはターキンを手先にしてたもん。それに一流の暗殺を雇う量にも安上がりで済みそうですね。せやけどターキンに料理なんてできると思うか？そうなんだよね。聞いたことないな。ここで話してても仕方ないよ。毒がもらえる可能性があるって分かったんだから、スペルビアのアルス戦艦行ってみない？確かに犯人が誰であり、とにかく行動した方が早そうだ。うん。そうと決まれば、スペルビアのアルス戦艦の食堂に向かうも。あじゃ。ああ、クリアしちゃったぞ。コンプリート。はい、じゃあ、行こうか。厨房は急ごう。クッキー売りなず。このトロフィーマーク何なの？あのクッキー買っていただけませんか？キャンプのみんなに作ったものを皆さんにお売りしてます。クッキーは蜂蜜を混ぜて甘く作ってるんです。あー、けなげだな、なんか。一生懸命。オーディファーと一緒に食べるとすごく美味しいんです。お一ついかがでしょうか？買います、買います。アーツリキャスト回復毎秒に。あー、いっぱい買っちゃる、いっぱい買っちゃる。10個買ったる。はい。ありがとうございます。よかった、買ってくれて嬉しいです。よかった、よかった。お、何？トキハ。キー絆ギフトレベル2。ヤッコの後ろ足の肉球が可愛い。さあ、厨房へ。あ、でかい！これか？木箱。え？格納庫。よよよよ、怪しすぎる。めっちゃ動いてたよ。
兵士さん仕事して、絶対また巨大ロボットだよこれ。もう見つけたで、兵器整備室。おー、また入り組んでますな。こちらですね。でも俺はあえてこっち行く。あれ、ここって、あれだよね。最初、グーラでニアが囚われていたあの戦艦か、これ。もしかして。あ、もう入れない。そうだよね、きっとね。どこも？あ、入れない。あ、ここが食堂。あ、ターキンいっぱい。怪しすぎだろ、お前ら。その料理、待て。お。なんだ、お前たち。動揺しすぎ。なんだ、じゃない。その料理、毒が盛られてるんだろ。お前たち何を言って、問答無用や、取り押さえるで。やったれやったれ。さあ、ニアだな。先手必勝、一気に行くよ。さあさあさあ、ニア行け。忘れてるな。あ、ブレイクできる。はい、いいよいいよ。そうそう、コメントでもらって思い出したんだけど、力王ってよく考えたら、あのガンダムさんと一緒に戦ったあの雲についてたブレードなんだよね。すっかり忘れてたわ。全然印象なかったが、雲のね印象がでかすぎてね、強烈すぎて覚えてなかった。よしよしよし、こけたこけた、いけいけいけ。よし、はい、はい、すげえ、かっけえ。雷はいいね、見た目が映えるね。こんだけ派手になっても料理は無事っていうね。ちょっと待つも。え、誰？夫人さん。あ、なんでここに。フニンさんだ。なんでここにって、世界に冠たる料理集団カリュウ団を手配したのはこの私も。カリュウ団、世界に冠たる料理集団。ターキン、最高の料理を振る舞いたいってスペルビアから依頼があったから必死の思いで集めたのになんてことをしてくれたもん。こいつらを料理にするっていうのはどうですかね。フライドチキンで。この人たちはただの素人。めっちゃブレードコンボ叩き込んだけど。ほんならこの料理は。ふっ。うまい。なんちゅうまさや。グルメアニメだったよ。貴重な料理が台無し。ああ、やらかした。 ごめん、もう俺たちてっきり暗殺者かと。暗殺者？何？懐かしいな、プニンさん。言ってるもん。それより弁償するもん。料理人と食材を集めるのにいくらかかったと思って。え？爆発？お！どこへ？いいぞ、逃げろ逃げろ。ね、今の音って格納庫で爆発だ。あ、さっきの木箱じゃん。女王が到着されたばかりだってのに、まずいぞ。女王が到着って、まさか。急ぎましょう、レックス。ああ、もう暗殺とかじゃないんじゃない。もうロボ使って派手に。ま、待つも。よし、うまく逃げた。踏み倒して逃げる気かも。ふんごふんごも。グッジョブ。
あ、サイカ、キーキズナギフト。トポニックデストロイ。さあ、木箱、ああ本当に桜だった。まさか、スペルビアの謀略。そしてピンポーン、外れだけど当たり。女王にはここで死んでもらう。スペルビアに謀殺されたことにすればまた大けだもん。その声、お、知ってるんだ。アマリティア商会のバーン。ピンポーン、大当たりも。落ちぶれたな、バーン会長。会長の座を追われたはずでは。この俺がそう簡単に引くはずがないもん。アバリティア商会はネジ一本、オイル一滴まで俺のものだもん。マダム逃げて。待て、バン。お。お前よ、レックス。お前とこも俺の邪魔をする気かも。絶対これ首弱点だよね。細すぎだろ。あの人工ブレードはサクラ。それにしてはとんでもない力を感じるも。マジか。特にあの光のマークに。グレード。何事です。お。これは。メルフ、また参加？なんとなんと。皇帝陛下までお目見えとは。飛んで火にいるなんちゃらも。どうだかね。あんたの悪だくみもここまでなんじゃないの。何しろこれだけの目撃者、言い訳なんて立たないよ。全員ぶっ殺してしまえば死人に口なしだもん。ベラベラ喋りすぎだよね、こいつね。無言で押せばいいのに。そんなことさせるわけないだろ。あー、行こうか。あ、やっぱグレートの G だった。さくら、かわいそうに。また悪いやつに。音楽が、ロボットアニメじゃん。